はい、ランニング食堂です。本日銀座に来ております。銀座すごいね。大学生ぶりに来たんですけど、ルイス・ヴィトンがあったり、カルティエがあったり、ブルガリがあったりね、僕とは全然住む世界が違うなと思ってね、この日ね、ランニングシューズを2足持って出歩いてたんですけど、マジで場違いだった。ほんでね、今日ね、銀座に行った理由が、ハラケンチャンネルのケンちゃんさんとお話しする機会があったので、ちょっと銀座の方に、銀座皇居の方に予定がありまして行ってきました。ハラケンちゃん、ハラケンチャンネルさんとお話をさせていただいて、まあ、短距離の伸ばし方を来週教えてもらうことになったんで、すごいスピードを伸び悩んでたんで、ありがたいですね。そう、100m 遅いからよろしくない。僕の 100m は今14秒台なんで、速くなれたらどのぐらいまで持ってっていただけるんですか？13秒8でいきましょう。マジですか？ちょっと微妙っすね。13秒8でも全然速いけどな。僕、今スピードがないっていうのを悩んでて、まあ、元々マラソン出身で、はい、5000伸ばして、はい、で戦後今伸ばしたいって思ってて。あ、戦後どれくらいできたんですか？目標は3分57、8。やばっ。で今は4分2でスピードめっちゃあるじゃないですか。いやでも、はい、400をどう頑張っても64秒でしか回ってこれないんですよ。だから多分なんか使い方が悪いんだろうなっていうのがあって、一応100は14秒で走れるから、はい、で200は多分28秒9とかが全力なんですよね。なるほど。なんか使い方を学べたらなっていう ところで出会いがあり、226秒で行きたいです。26秒、行けたらまでかっこいいですよ、はい、まあ、イコール 100m さ13秒みたいな感じで、ちょっとそれ来週やりましょう、はいはい、そう、来週ね、また来週、ね、またお話できるということでコラボさせていただけることになったんですよ。ハラケンチャンネルさんの動画チャンネルはリンク下に貼っておきましょう。貼っておきましょうっていうか貼っておきますんで、よろしければ見てみてください。すごい真面目な話というかためになる話が多いですね。で今日はポイント練習なので舎人公園行きました。400だから、今日の練習は1万プラス205本ですね。上げれたら3分10まで。そう、これね、タイム設定ペースの確認で3分10まで引っ張りたいっていう人いらっしゃいますか？きついなっていう意味かなと思ったんですけど、動画の後半で分かるんですけど、2、2、いや、さすがっすね。2、4、6、マジで毎回ね、トネリの練習レベル高くなって、ね、だんだんレベルが高くなるっていうね。行きます、行きます。行きません、行きません、行きません。そう、結局この統率力のなさ。じゃあ緩くやってます。ぜひね参加ください。ツイッターで毎回募集させていただいてるんで、普通に参加費とかもないですし、ぜひ参加お待ちしております。で1万始まりました。200を39でいくようなイメージですね。400だと、78。はい、1000m 3分14ですね。ぼちぼち、すごいナイスペースな感じで無難にまとまりましたね。で、まもなく2000、2000が3分16ですね。少し落ちたんですけど、まあ1秒ぐらいだったら別に気にするほどでもないかなって感じですね。はい、で3000、3分14ですね。この日すごい涼しくて走りやすかったんで、まあ1万ぐらい、1万は軽く流すというか。はい、4000、3分15ですね。そろそろちょっとペース上がってくれたらいいなって思ってるところですね。この日のメニューの設定としては、
205本がメインなんですよね。スピード強化みたいな感じなので、でその前に1万やってるんですけど、まあ、1万は距離稼ぎみたいな感じでやってます。あの205本だけだと追い込み不足というか、ちょっと練習としては少ないなって思うので、最初に1万を入れて、まあ、最低限の距離は確保するみたいな。だからここはこの1万は正直余裕を持っていきたいなってところですね。追い込むって感じではないところです。はい、で5000、3分12ですね。一気に上がったところはあるんですけど、まあちょっと前に出てたっていうのと、ぐっと前に出てったっていうのもあるんで、まあ多分3分13、14かなってところですね。まあ3分10まで最後上げていきたいので、少しずつは上がっていってほしいなってところですね。はい、間もなく6000ですね。6000と7000は僕が引っ張ります。間違えた、78か、78が僕を引っ張るんで、6000が3分14ですね。ここから僕が引っ張ります。7000、8000は僕が引っ張ります。そろそろペース上げていきたいところなんで、できれば3分12とかでいきたいところですが、ですが3分10まで上げちゃいました。まあでも上がった分は別にいいかなってところですね。まあ後ろちょこちょこ見てはいたんですけど、まあそのそこまで皆さんきつそうにしてなかったんで、まあ、できれば上げていきたいってところですね。で8000、3分12ですね。ちょっと落ちたんですけど、まあ3分12であと9、10で3分11、3分10とかで上がってくれればいいなってところですね。でラストの2000は部長に引っ張ってもらいますけど、まあ、若干部長きつそうだったんで、僕が横についてペースアシストしようかなっていうところで前に出てます。前とか横に。で僕ちょっと2連側を走ってるんですけど、なんか結構余裕すぎるところがあったんで、9000、3分11ですね、まあ、余裕すぎるところがあったんで、まあ、レーンの外側を走ることによって少し負荷をかけるようなイメージですね。はい、ほんでオレンジの方、オレンジのユニフォームのモンちゃんさん出てきましたね。最初に3分10までって言ってたのが、きっちいなっていう意味じゃなくて、練習質低いなっていう意味の多分3分10かってとこだったと思います。で結構一気に上げられてたんで、まあ、ここでちょっと全体確認して、最後ですお任せします。3分10キロぐらいで行くっていうことだったんで、まあ、全体見ながら、変にきつくなりすぎてる人がいないかどうかを確認しつつ、まあ、最後ちょっと上げてもらおうかなってところでしたね。お疲れ様です。で10キロ終、1万終了、3分7秒ですね。最後200向こうです。まあここはそんなにきつくはなかったかなってところですね。まあ涼しかったんで、正直そんなに、まあ、あと1万っていうのも距離的にはすぐ終わるような感じなので。いや大学の時もっとやってたでしょ。でこっからが本練です。205本ですね。これをどんだけ持っていき、どんだけ出し切れるかってところですね。僕ね、あの短い距離結構やるんですけど、200とか300とか、まあ、あんまり上がってなかった。なんか一本一本自体はきついんですけど、なんかその達成感が薄い感じがして、なかなか追い込めないですよね。なんか200出し切って、じゃあ200多くしてたら、行きます、あれなんか足んねえなみたいな感じになるんで、多分このスピードケツ割れとかしないんで、短距離の方って結構お尻が痛くなるっていう方多いと思うんですけど、僕そこまで追い込めてないのかなってところがあるんですよね。ここ結構全力のつもりなんですけど、でタイム自体も27秒、28秒切るぐらいなんで、多分お尻の使い方がまだ甘い感があるのかなってところですね。あとやって、これラストも5本目なんですけど、やってて気づいたのは、足のスピードに腕振りが追いついてない。
結構腕大振りで振った方がいいかなって思ってたんですけど、はい、205本の結果をここに載せておきます。腕を大振りで振った方がいいかなと思ってたんですけど、意外と腕の振りが追いつかないなって思うところがあって、ラストの方は腕を小振りにしたんですよ。あの抱え込むような感じで、そしたらスピードがぐんと乗った感じがしたので、課題は腕振りかなっていうところですね。あとはお尻の使い方、その辺改善できればもっと速くなるかなと思うんで、来週ケンちゃんさんに教えてもらおうかなと思います。で、練習終わりで打ち上げをします。このね、今日参加してくださった方が1503分53の超猛者が いらっしゃって、その方にこの練習メニューを参考に勉強させてもらおうと思って練習メニューを聞いております。それは64でだって、でも余裕を持って、ラスト2本61、61で出し切らないで、まだ気持ちよく上げて61とかで損失ができてた。 200m 全力でいけるのか、もともとのスピードはそこまでないじゃん。頑張っても26が出るべき、26出ればすごい。普段の練習は設定は64でやってる感じですか。いや、全然もう普段は70から入って400飛ばすと12本、70から相手上々になってるので、ラストは60ぐらい持ちようかな。あ、じゃあ別に特別こうターゲットタイムにためのタイムに合わせて何個をやるっていうのはそんなにしない。練習の中でどうやるんですか。1000プラス300割っていうのを設定は、1000プラス300で1000と300台でを115と110で3セットで、セットが7分とかにして、2分50から55で300を45が切る。線遅いですよね。でもそのぐらいでやると、大体3本目とかは2分45から50とかに、でラストも追い込んだ上でラスト最後3本。そんなにでもこう練習で全部出し切れることないので、余裕っていうと若干余裕を持って走っている。俺今日いい練習だった。コアディと同じだよそう、この話を聞いてるとやっぱり出し切るっていうよりは練習は少しは余裕を持つで、フォームを崩しすぎないっていうのが大事になってくるんじゃないかなってところがありますね。まあ昔ながらのその根性論だと、限界が来るのは早いっていうのがなんとなく周りの速い方の練習を考えると、うん、根性論だけでは速くなれないっていうのが感じましたね。で、今日の夜ご飯はお好み焼きでございます。いただきます。このお好み焼きね、マジでうまいっすよ。マルエツで200円で売ってるお好み焼きなんですけど、いやマジでうまい。これね、居酒屋で4キッパーで出されても満足できるレベルっすね。いや今日もね、皆さんのおかげでいい練習ができたなと思って、ちょっと贅沢に200円使ってしまいましたわ。毎週水曜日はね、本当にね、きつい練習やってるはずなのに毎週楽しみなんですよ。まあそれは多分今日はどんな人が来てくれるんだろうとか、どういう風に消化できて、どういう風な話が新しく聞けるんだろうとかいうのがすごく僕は楽しみで、毎週水曜日はきついのになんか楽しみになるみたいな、そんな楽しい水曜日でございました。では今日もごちそうさまでした。また次の動画でお会いしましょう。それじゃあバイバイ。どうもランニング食堂です。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。これからも日々の練習、マラソンが楽しくなるような動画を投稿していきますので、チャンネル登録何卒よろしくお願いします。 Twitter では普段のジョグや食事、趣味投稿してますので、概要欄からフォローのほどよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。